白追い箱辺は、なでしこか箱辺属の多年草。別名、エゾフスマ。茎は、緑色で硬く、直立し、高さは15から40センチメートルになる。多場性し、上部で分子し、節に短い難毛が生える。葉は耐性し、葉芯は高皮芯型から皮芯型で、長さ2から7センチメートル、幅6から10ミリメートルになり、先端は、ええー、と、頭で、基部は、 円形で、幅が広く、傭兵がない。葉の裏面の中脈と変炎に毛が生える。花期は6から8月。花は白色で、径は約6ミリメートルと小さく、茎先にまばらな周散過剰をつけ、細く、長さ1から6センチメートルになる無毛の花柄の先につく。学編は5個、コーヒ奇ー心型から。 卵上皮心型になり、長さは2.5から4ミリメートル、先端が A 徳形になり、毛はない。花弁は5個、学辺より短く、深く2列する。湯水は、普通10個あり、薬は、紫褐色になる。脂肪の上に3から5個の花柱がある。果実は長卵形の果てとなり、宿損する学辺より長く、6から8列する。種子は、 長さ0.7から1ミリメートルの卵型で、表面は平滑で突起がない。日本では、南千島、北海道、本州の東北地方、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、静岡県に分布し、山地から鉱山の林内や林園に生育する。よく頑丈に生える。国外では、千島列島、サハリン、カムチャツカ半島、ロシアに分布する。 和名、白ハ箱部は、白ハ箱部らの意で、かつて、北海道の白イ町でこの標本が採集された、ことがあることによる。種商名フェンツエリーは、19世紀のオーストリアの植物学者であるエドゥアルト・フェンツルへの懸名。ありがとうございます。